はい、どうも、かげです。今回は、ちょっとペラン島でもエカナインでもないんですけど、なんかパワフェスっていう機能があるらしいんですよ。皆さん知ってましたか？皆さん知ってた？パワフル2016にパワフェスっていう機能があるの。俺もね、昨日知ったんだけどね、なんかパワフェスとかいう機能があるらしいんで、ちょっとやってみたいと思います。なんかはよくわかんないけどね、パワフェスっていうのは。パワフル2016買って結局エカナインとマイライフ、エカナインとペラントしかやってなかったからね、ほとんど。なんかちょっと一回ちょっとなんかやってみようかなっていう、こういう、なんだ、野球大会。南洋ってどこだ？ヨーロッパの南ってこと？パワフルテレビ、今日、当時、空前の、パワフルフェスティバル、おー。こんな感じなんだ。俺、パワフェスやったことなかった。よし、これまで仲間にした選手の情報を見てみよう。お、ファーブロ君。お、ファーブロ君。君の分身であるファーブロの主人公。大好きな野球エロ。思いや情熱は人一倍で。仲間みんなを巻き込みながら突き進め。その他に誰がいるかな？はい、誰もいません。これ本当初めてだからね。この、そう、対戦だっけ、なんかをするんだよね。もう何をするのか知らないんだけど、勝ち上がっていくみたいなチームで、選手作るのね。選手も作れるんだ、これって。ちょっと名前考えます。はい、名前決めました。加藤めぐみ。まあ、加藤めぐみでピンってくる人、分かる人は分かると思うね。加藤めぐみ、右投げ右打ちにしよう。どこも下ろす？加藤めぐみどこも下ろしたいの？ファーストにしよう。打ち方はやっぱオリジナルでしょう。おっ、かっこいい。ちゃんと構えんの？微妙だな。何にしよう、打ち方。やっぱスタンダードがね、一番いいっていう。あ、これ選手のやつとかあるんだ。へえ、あ、高山打法がある。へえ、お声とかある。お声ってこんな打ち方だっけ？じゃあスタンダードで誰にしよっかな、適当に。これで。誰でもないのか。アピールポイント。力の強さ。いや、加藤めぐみといえば、まあ、そつなくこなすだね。それでいこう。この作品はフィクションであり、実際の個人団体事件等には一切関係ありません。あ、そうですか。各イベントのセリフは L プラスまるで会議ページまでの一括表示、L2 または四角ボタンで高速再生ができます。おお。また R1 や R2 は直前テキストを読み返せるバックロック機能です。ハーフル高校。高校生？たったった。ガチャ。みんな、見たでやんすか？どうしたの、矢部くん。そんなに慌てて。パワフェスでやんす。パワフルフェスティバルでやんすよ。USNH 野球大会がついに開催でやんす。お。さすが矢部くん。あ、そうか、加藤めぐみで言わないといけないか。お、さすが矢部くん。耳が早いね。パワテレで出場チームを大募集してたやんす。ここは一つ、うずたしみに出場じゃんす。そしておいらも一躍スターに。スターの話は置いといて、まあ置いといて。でも、確かに、うずたしには持ってこいだね。ぜひ、うちの野球部もエントリーするでやんす。って、加藤くん、その申し込み書はもしや。おっと、バレちゃった？あきくん。そう、早速エントリーしようと思って、書類を書き終わるところさ、あきくん。さすが加藤くん、仕事が早いでやんす。じゃあ、あとはみんなを探すだけでやんすね。そういうことだね、あきくん。なあ、みんな、俺たちもこの大会に参加。面倒じゃん、面倒い、だるい。いや、マジありえないんですけど、やめとくぜ。どうせすぐ負けるって、うちって甲子園も開けられてるわしだし、マジ無理な感じ。こりゃ、ネズミ薄でやんす。覇気が全く感じられないでやんす。仕方ないな、あきくん。矢部くん、俺たち、あ、めんどくさい。そうでやんすね。じゃあ、この辺のせいでいい。それで、食べ事情出発はせっかくでやんす。はいっす。お、
持っているだけで相手強化プラス相手カーソルなし、いや無理でしょ。7回以降は全てプレイできる、うん、ようわからんからなしでしょ。これはじゃあ試合してキュオーン、飛行機機内、移動中機内、その空の旅は快適だね、アキくん。まるでガンダーロボに乗ってるようでないす。アキくん、ガンダーロボ大好きだもんね。ってあれ？荷物から出てきた、それもしか。崖、おーん、シュー。見ての通り、ガンダーロボのプラモでやんす。こうやって一緒に飛ぶのが夢だったやんすよ。大会中もこれがあればハッスルできるじゃん。はぁ、ハッスルってやめろ、お前。お、なんかアイテム持ってきた。へぇ。ポーン。ただいまより、本機はパワフルアイランドに着陸いたします。おぉ。ここがパワフルアイランドなんだ。めっちゃ狭いな。アテンションプリーズ。パワフルアイランドへ、空港へようこそ。パワフェス会場は、連絡場所、渡りの上。多分こんなここで長くするやついないよね。みんなここ多分飛ばすんだろうね。で、俺やったことないからさ。ただこの島狭くね？大会。ねえよ、あなたたち。もしかしてこのパーフェスに個人エントリーで参加する人？え、そうだけど。やっぱりそっか。ねえねえ、私を仲間にしてくれないかな？チームを組むならマネージャーは必要よ。女子マネージャー。うちの高校で聞けなくて、甘味な響きでやんす。これ甘味って読むのかな？アニメ。まあいいや。振りがな振ってない。もちろん段階ゲーディエンス。やった、それじゃあ決まりね。私、今野美咲。今野、う、頭が。今野。今野。アナウンサーかな、今野。杉浦と結婚した今野ね。アナ兄弟。これで俺もアナ兄弟になるのかな、野村と三島と杉浦とアナ兄弟になれるのかな、これで俺も。コンコンガチャ。すみません。個人エントリーの申し込み来たんですか、アキくん。あ、ダメダメ。先締めしちゃうんだよね。本当にね。あれけど今回、完成だからよろしく。ここまで来たのに困るでやんす。いや、参加チームは十分そったし、個人チームだ。テーブルは知らんよね。残念でした。と、ほうほう。なんてこった、パンナこった。これが社会の現実でやんすが、せちづらいでやんす、せちがらいでやんす。ちょ、固いこと言わずに認めてあげたら？え、あ、つまりちゃんじゃないの。お疲れ。加藤くん、この、うん、テレビでよく見るアナウンサーだ。そう、確か、熱森宗敦さんだったかな。テレビは後ろって言ってたけど、そこは司会の僕がうまく盛り上げるからさ。もう1チームぐらい追加してあげてよ。なんでお前はヘッドセットをまだ今つけてるんだ？あつ森ちゃんがそう言うなら、そうだな、受け付けちゃおっか。You、受け、入っちゃいなよ。やったー。ほっとしたでやんす。あつ森アナ、助け舟ありがとうございました。あきくん。いやいや、例には覚えないよ。僕もおかし、高校教授だったからね。他人事は、マイスターさ。へえ、そうなんですか。あ、打ち上げられたはずだ。なんだけどね。あす、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 あす。明日チャレンジャーズ、チャレンジャーズ、チャレンジャーズという名前になりました。長いわ、もうここめっちゃ長くね、これめっちゃ長いわ。この P のマークはパワーフェスの P でやんすね。Ladies and gentlemen、 パワーフェスティバル開幕が明日に迫ってこよい。前菜を取り置きたいと思います。私、長いわ長いわ。うおー、パチパチパチ。はい、センキュー。トーナメントで考えたちょっとしたスパイス。和田監督かな、和田元監督かな。この特別チームの大会挑戦、個人エントリーから挑戦、率いるは加藤。あ、俺か。お、女性ファン。へえ。個人、ふーん、特殊ルール。お、なんだ特殊ルールって。その1、チャレンジャーズはステージを進むごとに相手チームを選んで挑戦できる。へえ。その2、倒したチームの相手から最大3種の戦場を獲得できることができる。なんだって。でもそうか、じゃあ強いところとやった方が強い選手を引き抜けるからいいけど、強いところをやったら負ける可能性があるってことね。そういうことね。あんまり欲張りすぎたらダメってことね。
よし、優勝目指していこう、優勝目指して。キャプテン、カモンプリーズ。おっと、メガネ組んだ。チャレンジャーからメガネボーイ。メガネボーイが代表としてご登壇だ。メガネボーイ、ユーのターンでーす。優勝しか目指してないでーす。メガネボーイ。てかもう、なんか、試合始まるまでめっちゃ長くない？なになになに？ここじゃあちょっと読んできます。読んでカットするわ。はい、読んできました。まあ、多分これやったことない人に対して説明といえば、試合は4試合ある、あるらしい。4試合、1試合、2試合、3試合、4試合。で、ルールは、必ず裏の攻撃。で、延長は15回まで。で、延長10回からタイブレイク制で、ワンアウト1、2塁だっけ？確かそれ。で、引き分けだったら負けらしい。最初はしないで負け。で、勝利後の選手補強については、1点差だったら1人、2点差だったら2人、3点差以上だったら3人をもらえるらしいね。そういうことです。今の説明で、わかったかな？よし。わかったんだね、みんな。これなんか、これもなんかよく、もうなんかよくわかんないテンションになってきて、これなんか、俺もなんか早く試合したいんだけど、試合するまでめっちゃ長くない？これ俺がこんだけ長くしてるだけなのかな。普通の人はどれぐらいかかるんだろうね、ここまで行くのに。俺ここまで来るのに14分かかってるけどね。試合までで15分ぐらいかかるね。1パート取れるわ、お前、試合までで。伝説のマイクだって。へぇ。これが伝説のマイクなんか今つけてんのか。あ、とか、お前マネージャーだったのか。ドキドキしちゃ。俺もだよ、マネージャー。めっちゃイケボ、めっちゃイケボで言ったらなんか、かっこいいね。ゲーム配信後でノールカップで経験値がすでに配布されてます。試合前にノールカップ、成長させましょう。よし、じゃあ、何？仲間を見よう、仲間。ザコじゃん。シューメイトは？ザコじゃん、お前。おい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 、おー、ピッチャーは意外といいんだね。なんでピッチャーはいいのに、こんだけ野手がクソみたいなやつしかいないの？マネージャー。悩んだまで初球まで対左へ、主人公と全ての仲間の成長のアシスト。ご機嫌いいじゃん。まって書いたんだね。美咲？今野じゃなかったっけ？あ、今野美咲ってことね。なんで名前なの？まあええけど。よし、何あげよう。ミートあげよう、ミート。いや、守備あげよう、守備。これ、オール F を、オール F にしてからだね、まず。まずオール F だね。オール F にしてから、まあ打撃能力をこう振ってたらいいでしょう。よし、こんな感じでいこう。え？試合5回戦ある？ 4 回戦出られるか。よし、どこにしよう。油断してたら痛みで見るで、極悪高校。高い女子力で、自らの勝利を、勝利の女神に、こいこい高校。こいこい高校？これ、連こい高校？わからん。あ、葵ちゃんがいるチームか。経験値32、34、34、35、38。この世界の人じゃない。どういうこと？あ、水木さん、クレセットムーン。草野球のチームだけど。神の、か、カイノさん。へぇ。どうがいいのかな、これって。よくわかんないな。でも、葵ちゃんだったら俺、水木ちゃんの方が好きだからね。かわいいし。じゃあ、クレセットムーン打とう。イレン工業大学。大学生ってやるのか。なんで野球はないんだのにイレブンでやんすか。うちはサッカーにも力入れてるよ。あ、みずきちゃんかわいい。立ち、みずきちゃんかわいいなぁ。へっへぇ、メガネくんには悪いけど、球場のみんな私の応援だから、引き立て役になってもらうから、覚悟しなさい。試合で使えそうなアイテム。へぇ、アイテム。あ、ガンダーロボ、矢部くんの歩きマックス。別にいらねぇ。で、オーダーは？こいつ1番でいいでしょ。あとは適当だ。こいつ1番であとは適当でいこう。いや、これ自らを自分を2番に置くね。ピッチャーは、まあいっか、こいつで。これ9回までやるのかな。どんな感じなんだろう。だからやっと試合できるわ。もう試合できるまでに17分かかってるからな。どうしよう、冒頭どうしよう。冒頭全カットする冒頭めっちゃ俺喋ったけど全カットする。それは嫌だな。もったいないな。もったいないっていうか、なんか、おお、すげえ。
まあ、せっかく喋ったんだから動画にしたいわ。もう嫌がらせとして動画乗っけといてやる。最初の17本ノーカットで嫌がらせだわ。動画投稿という名の嫌がらせをするわ。何やってんの、何やってんの。おお、えいえいおーだって。すごいな、なんかこれ人少なくない。おわ、かわいい。胸ないけど、これ胸もなんかちゃんとやってほしいよね。ちょっとそこかな、ちょっと憤り覚えるわ。オプションとかあんのこれ。投手して、これなんか、これは俺これあんま好き、このあれ好きじゃないんだよね。この普通のあれがいい。ノーマルがいい、ノーマル、これもノーマルがいい。で、あといじれんのはこれ、オートとかできんの。あ、二度押しってことね。うん、これにしよう、これ。あ、こっちの方がいいわ。1番ピッチャー、こいつ。でも GGF じゃん。こうやって相手の能力ってどんな感じなのかな、強いのかな、相手って。軽い球か、こいつ。おお、危ねえ。守備弱すぎだろ。これどういうとこをやんの、これ。頑張っていこう。あ、そうか、対左。ついてんのか、対左 A。 対左 A ついてるから、そうやったら対左ピッチャーと対戦してよかったね。抜けろ。あれ相手弱いん、これ。最初は弱いのかな、1回戦は。来た、加藤めぐみ、ヒット。ああ、これやっぱ自分が打った方がいいとかあんのかな。盗塁したい、盗塁、盗塁させろ、盗塁。はい、ナイス盗塁。さっき盗塁したかったね。おい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 。ああ、三振した。この俺の操作の下手さがバレてしまうね、これで。落ちろ落ちろ落ちろ、落ちない。ああ、やばい、なんか強振してる。パワーいいだけど、すげえ右上にライブって出てる。ライブじゃないけどね、これ。俺は動画撮ってるからね、これ。へえ、こうやって途中でセーブできるのかな、試合終わったら。赤赤、ちょっとふざけた、ふざけた。オッケー、動きが遅すぎる。うわ、ランナー出てる。おい、落とした、お前。ローボルヒッターついてるな、こいつ。高めに進化。うわ、何で三振したの。現実世界じゃありえない配球をしてしまった。いけ、G。初球まで内野安打。OK、ど真ん中。ツーベース。はい、ツーベース。ど真ん中も結構来るんだね。それだったらもうこれで。ああ、犠牲フライは無理か。チャレンジャーズ、これはいける。無理か。点取れない、やばい。3点以上点取ったら3人もらえるからね。3点以上取りたいね。赤、ど真ん中ど真ん中が打てない。だから3人取るって言っても相手いい選手いる？なんか全然カスみたいな選手しかいなくない？ 3人取ってもね、3人もいらないでしょ。水木ちゃんだけでいいわ。もうそれがいらないでしょ。はい、三振。1試合目はやっぱり弱いのかな。ああ、内野安打。あー、これやべだったら内野安打できそうだね。やべ、おミート D だ、こいつ強い。バントシフト、
ンとしました。ピッチャーへ転がした。二塁送球。オッケー。あいナイスピッチ。いいピッチャーだ。怖いなー、強振。こいつ結構球速い、100マックス148だからね。シンカーを外に。で、インコースの、インコインハイの高め。オッケーナイスピッチ。いい球だわ、ピッチャー。アウトコース低めはいいよ。で、うちにね、1球ちょっと1球こっちに入れてね。で、シンカーを外に。はい、ありがとうございます。はい、チェンジです。そんな盛り上がるところじゃないけど。そして点が取れない。抜けろ。 OK、 抜けた。これ転がしたら抜けるんじゃない、全部。そんな気がしてきた。打てない、打てない。あかん、上げたらダメだ。落ちる、落ちるんかい。お、セカンドへ放り投げるってなんか言い方悪いな。お、併殺持ちか。だが俺はフライを打つ。難しいな操作。オッケー、ヒットだ。帰ってこい、帰ってこい。オッケーオッケー、1点取った。均衡が破裂しました。均衡が破れましたとかね。均衡が破裂したんだね。どうやって戻すの、これか。セーフティーバントしようかな。セーフティーバント、バント警戒。オッケー、オッケー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 。コツ掴んできた。コツ、加藤めぐみ行こう。あれ彼には不思議なオーラを。落とした。あ、ミスったミスったミスった。3点差だったらいいんだよね。ドスコイ体勢ってどういう体勢。パワーヒーターついてるじゃんこいつ。パワーいいなのに、なんで。なんで相撲で例える、なんでお前は相撲で例える。待って待って待って、入る、フェアか。うわ、えお前落としたな。危ねえ、ホームランかと思った。ピッチャーがよ、ピッチャー、こいついい。あ、ミスター、左ピッチャーにしてしまった。まあいいや。しかもこいつ寸前まっすぐついてるし。3人欲しいから1点取られたらダメだよ、君。君。ああ、落とした。下手くそだな、こいつら。助っ人、クソすぎでしょ。ピッチャーがよ。こいつは打たれ強さ、A ついてるな。スライダーしか投げれないけど、行こう。軽い球だけどね、こいつ、軽い球。やべ、ストライク入らない。ファースト取れ、取れる、加藤、加藤取れる。オッケー、ナイスピッチ。お、勝った。へえ、おーおーおーおお、ハイタッチ、ハイタッチ、ハイタッチの音もあるんだちゃんと。へえ、お前ら、お前らやめろ、お前寝るな。お、どうしたことでしょう。おやめろ、お前狙ってんのか、お前狙ってんのか、お前。なんでパープロ今ランスロットのあの登場シーンのよ。やべは何やってんだお前。やべは何やってんの。ランスロットの今なんか出撃ポーズしたよね今、パープロくん。今のほんまのあのポーズしたよねランスロットの。へえ、なんかすごいね、結構なんかストーリー性のあるパワープロサクセスみたいな感じだね。サクセスって感じじゃないんか。このプレイを見てみました。へえ。
経験値。お、対戦相手からアイテムもらった。おい、レベルアップとかあるんだ。お、仲間になった。やったぜ。シンカーのコツをつかんだ。いらないね。え、2人しかいないんだけど。あと1人、あと1人。こう見えてキャッチャーじゃないですけど、いいっすか。何読んでんの、ニャンプってジャンプのあれか。ドスコイダホー。こいつファーストじゃなかったっけ。お、ポジションかぶってんぞ。夜はスタジアム周辺に屋台。へえ。期待の五角高校初戦敗退。コイコイ高校も初戦敗退。ミラクルズラグナロクが姿を消しました。熱帯低気圧が発生。台風、台風やめろお前。試合延期しろ。延期。台風が来てんのか。大会2日目よし、じゃあここで終わるか。見てくれた皆さんありがとうございました。次回続きます。